皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。ウィンターセールも始まり、年末年始じっくり遊べるゲームを探している人も多いんじゃないでしょうか。エピックゲームス、スティーム、その他 CS の方でもこの時期はセールで安くなる。今までために貯めたウィッシュリスト解放の儀式の時。そんなウィンターセールにおすすめなゲームを一本。今回はこちら、タンチ、を紹介していきます。なんて読むのかなぁと思って、開発元の HP を拝見しましたらタンチと書いてありました。ウィンターセールで、2050円のところ、1435円までお安くなっております。正直、個人的にこの面白さで1435円はマジで買いの一択。2050円でもお得感半端ない作品です。どんな作品かというと、横スクロールローグライクハクスラアクションゲームとなっております。が、実際遊んでみた感想はハクスラというよりかは、ベルトスクロールアクションゲーム。にプラス少しのローグライク感って感じのゲーム。ベルトスクロールアクションゲームとは、簡単に言うとファイナルファイト。難易度はやや高めで、ステージは4つ。私はまだ3つ目のボスまでしか行けていない状態。今まさに貪るようにハマり中で、必死にクリア目指しております。ゲームのあらすじは、アマゾンの熱帯雨林を舞台にし、ジャングルに生息する生き物相手に戦い、ジャングルの中を旅していくのですが、操作できるキャラが全部で5人います。中央の焚き火の周りにいる人たちが主人公。主人公一人一人にストーリーがあり、なぜこのジャングルに来たのかみんな目的が違います。ちなみにこのゲームの作画、なんと手書きアートなんです。可愛いキャラと動きがすごく癒されます。それではアマゾンの道、ステージ1に行ってみましょう。ちなみに途中セーブはなく、死んだら1からやり直しになります。ベルトスクロールアクションが好きな人は確実にハマるゲームだと思います。ファイナルファイトはもちろん、ベアナックルシリーズ。昔ゲームセンターで100円積んで遊んだ天地を食らうシリーズ。パワーバンガーでおなじみのミュータントタートルズ。これらが好きっていう方、ぜひ遊んでみてください。私は無事ハマりました。ということで、簡単にどんな感じかお伝えしますね。ベルトスクロールアクションなんですが、デビルメイクライみたいにコンボという概念があり、どれだけ技のコンボを決めたかによる、コンボランクがございます。このランク、結構重要でコンボランクが A より上に行かないと、発動しないスキルとかがあるんですね。いかにこのコンボランクを上げていって維持するかが大事なんですが、これが結構難しい。序盤はまだいいんですが、中盤以降敵が強くなっていくとなかなかコンボが決められない。攻撃パターンは近接攻撃、遠距離攻撃、浮かせ技、叩きつけ、空中コンボなどあり結構多彩で面白いです。あ、ちなみにこのゲームはパッドでのゲームを推奨しております。キーボードだと少しやりにくいかもしれませんのでそこだけ注意してください。ローグライク感があるんですが、行き先の報酬が毎回ランダムで自分で選んでいくシステム。この辺はハデス、と同じような感じですな。で、報酬には、お金や経験値、スキル玉などあります。この辺は後ほどもう少し詳しくお話しましょう。とにかく、敵がたくさん出てきてわちゃわちゃになってコンボでワーッと倒してスッキリってな感じよ。ところで、この主人公どこかで見た記憶はございませんか？そう、私も以前に紹介させていただきました、A ハットインタイムの、ハットキッドちゃんなんです。A ハットインタイム、もし知らないよーって方はこちらもとてもおすすめですよ。ぜひ遊んでみてくださいね。進めていくとストーリーが見れます。漫画形式になっていて、なんでこのジャングルに来たかその後どうなったか、がわかります。ハットキッドちゃんの場合、当然あれですよあれ。しっかり A ハットインタイム、になぞられたストーリーになっています。まあこの辺はぜひご自身で遊んでみてくださいね。ステージ1のボスです。ボスの攻略は基本覚えゲー。ボスの攻撃のパターンが分かればすぐ攻略できると思います。ボスよりも道中の雑魚たちの群れの方が大変。水色色のアーマー値を破壊すると敵がダウンするので、その間に攻撃、そして赤いゲージをゼロにする。まあ初見は無残にも死にましたけどね。ある程度のダメージを与えると攻撃のパターンが変化。2回変化が起き、このボスでは全部で3回の攻撃パターンが用意されています。たまに当たり判定や攻撃判定に謎判定があります。これ当たってないだろうーとなります。
終盤になるにつれて HP も減ってきて、ポーションもカツカツになってくるほど、謎当たり判定が来るイメージ。本拠地のキャンプで新しいスキルを覚えることができます。これは旅の最中の報酬でもらえる緑の玉を使いスキルを覚えます。死んで戻されても緑の玉はなくなりません。なので何回も挑戦することで徐々に強くなっていくわけですな。スピリチュアルコアというものがあって、いろいろなパッシブ能力を付与してくれる玉。道中ランダムで報酬としてもらえるのですが、これは死んで戻ったら全てなくなります。このスピリチュアルコアの能力の中に、コンボランク A 以上じゃないと発動しないものがあります。コンボランク A 以上で倒した敵が爆発するという能力のコアがあるんですが、これが強い。あとは、回復系のコアを必ず取っておくことが攻略の鍵となる気がします。このゲーム最大4人で遊ぶことができて、友達とワイワイ遊ぶことができますぞ。当然私はソロですよ。いつ何時でもソロで攻略。これが私のゲーム道。ただ友達いないだけじゃ。主人公5人攻撃の仕方やスキルが違いますので、もちろんキャラを変えると1から育てないといけません。5人全員のストーリーを見て、5人全員クリアする。これは相当なことだと思います。たったセール時1435円のゲームがここまで遊べちゃいます。年末年始のお休みにこのゲームいかがでしょうか？私ウィンターセールで結構な数のゲームを購入しました。寝る間を惜しんでワクワクしながらゲームをしているわけなんですけども、おすすめなゲームがたくさん出てきました。それらも動画で紹介していきたいと思います。もっと他に面白いゲームを知りたいと思ったあなたぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。